泉雅子は日本の女優、冒険家、新言州の僧侶、東京都出身。血液型は A 型。愛称はマコ。1989年5月10日、開票場からでは日本人女性として初めて北極点到達を果たした。東京都中央区銀座の三原橋の近くの寿司、割烹店を営む家庭に生まれた。泉家は江戸時代は、 代々幕府御用達の家具賞を務めた。また、戦国武将の竹中半米の末裔にあたる。明治維新後は、魚介類の卸売業に転じ、魚菓子でマグロを飽きなった後、場外で煮干し屋を営み、戦後は、三原橋に土地を購入して、店を開いた。聖華学園女子高等学校を卒。10歳で劇団は格差の子役になった後、金五郎劇団に入り喜劇を志す。 その後、テレビ番組、ジェスチャーに出演する、柳谷金五郎に、カバン持ちとして随伴した際、同番組の共演者で、日活のプロデューサー水野枝貴子にスカウトされ、1961年に日活に入社した。これ以降、青春映画に多数出演し、吉永さゆりと松原千恵子と合わせて、日活三人娘と呼ばれ、絶大な人気を誇った。雑誌、 近代映画のオールスター投票女優部門では九百六十四年から九百六十八年まで五年連続でベスト十入りし特に九百六十六年と九百六十七年には吉永さゆりに次いで二年連続で第二位にランクインしている中でも九百六十三年上映の映画飛行少女の主演での演技力が認められエランドール新人賞や ソビエト連邦時代のモスクワ映画祭金賞を受賞した。モスクワ映画祭の審査員を務めたフランスの俳優ジャン・ギアバンは、この子はすごいと語った。日活作品でよく共演したのが高橋秀樹であり、二人のコンビはポスト吉永さゆり、ポスト浜田光雄と言われた。1965年10月1日に公開された日活映画、地と海では、 役作りとして、アマに挑戦した。トランクルームプリンスメイツ1967年には、同じ日活の山内健とのデュエット曲、二人の銀座、東京ナイトが大ヒットし、レコードも何枚かリリースした。1971年に、日活が成人映画に路線を転換したことにより、その後は本格的にテレビへ活動の場を移した。テレビでは、 映画時代の清純なイメージから一転、1978年には、土曜ワイド劇場、助教師にて、同番組唯一のレイプシームを演じた。東京都港区白金台2丁目に、ホテルメイツを経営し居住。2005年11月27日をもって、トランクルーム、トライクルームプリンスメイツに、業態転換し、2014年10月まで営業した。2009年現在は、 銀座の自宅と北海道渋別市の別荘を行き来する生活を送っている。近年はユニークなキャラクターを活かして TBS、爆砲、ザ・フライデーなどのバラエティ番組にも出演している。小学生の頃から南極越冬隊に憧れていた。1983年12月から翌1984年1月にかけてテレビ東京のドキュメンタリー番組のレポーターとして 南極に行き、壮大な自然の景色に感激した。同1984年、地球のてっぺんに立ちたいと北極点への挑戦を思い立った。北極圏のスペシャリストである、サオトメツグオと出会い、サポートを得られることとなった。1985年1月28日、日本を出発し、同年1月31日、カナダのレゾリュートに入った。 3月21日、北極点への出発地点である、ワードハント島近くの氷上につい折った秋で降り立った。3月23日、北極点到達を目指して、5人の隊員と共に、スノーモービルでソリを引いて同地から出発した。なお、隊員のメンバーは、遠征途上で2回変更された。しかし、気温の上昇に伴うリードの拡大に前進を。 はまれ、出発から六十二日目の同年五月二十三日、断念した。北極点に最接近した地点は、五月二十二日の北緯八十八度四十分であった。五月二十五日、ツインオッター機にピックアップされた。ちなみに、北極点に向かっている途中で、映画、上村直樹物語のロケのためレゾリュートを訪れていた、西田敏行、倍賞千恵子。 山本家と無線更新している。この冒険に要した費用は1億円以上であり、多額の借金を抱えることとなった。1989年2月1日、再度北極点到達に挑戦するため、カナダのレゾリュートに入った。同年3月9日、ツインウォーター機でワードハント島近くの氷上に降り立った。3月10日、北極点を目指して、 4人の隊員と共にスノーモービルでソリを引いて同地から出発した。今回は6回行われた補給フライトのたびに隊員のメンバーを入れ替えた。同年5月10日午前6時30分、開票場からでは日本人女性として初めて北極点到達に成功した。くしくも4年前に断念した時と同じ出発から62日目のことであった。なお、 開票場から女性として北極点に到達したのは世界で二人目であった。これ以降もグリーンランドなどの北極地方に約50回行った。もともと山歩きが好きであったことから登山にも熱中し始めた。極地や登山に耐えられる体力をつけるために脂肪を増やし、その後も減量を行わず、また極地の強い紫外線の影響により顔面に シミが多くできたため、過去と現在との様子の落差が一時期、バラエティ番組などでも話題となった。これに対して、泉は昔は綺麗だったとよく言われると明るく語っている。ありがとうございます。